表した選手の皆さんです。改めて大きな拍手をお願いします。橋本大輝選手、レスリング藤波朱理選手、ご登壇いただきました。こうしてね、並んでいただいているのを拝見すると圧巻だなという感じもいたします。東京大会から CO2 を 34% 以上も削減していると聞いてとても驚いています。で、現代の環境問題の中で私たちが日々当たり前にスポーツをできているわけではないので、このような取り組みをしながらスポーツができるのは素敵なことだと思います。皆さんは普段からサステナビリティについて意識されていることなどあるんでしょう。お願いいたします。さあ、ポディウムのこのポディウムジャケットの下には今回 T シャツとポロシャツに採用して、さあぜひ選手の方々にお気に入りポイント聞かせていただくことにいたしましょう。前回の東京大会では団体総合で惜しくも、銀メダルになってしまったので、今年は金メダルを取って、団体総合、個人総合、種目別鉄棒の3つで金メダルを獲得できるように頑張りたいと思います。お願いいたします。センターお声よろしいですか。大丈夫ですか。では、はい、では向かって右手がセンターのカメラマンさん、いかがでしょう。他にも目線必要なカメラマン、ありがとうございました。応援しております。ありがとうございます。パリ大会が史上最大のサスティナブルに特化した大会ということで、我々もそのコンセプトに賛同して、JOC さん、JPC さんに提供するデレゲーションキットもそちらの考えに、賛同した形の企画となっています。アパレルに関しては初めての試みで、各アイテムの CO2 排出量を算出してですね、製品の方に表記することで透明性を高めたり、選手へ の、 その環境に対する意識づけみたいなところを行ったのは今回のプロダクトが初めてになります。で、サスティナビリティだから、パフォーマンスが落ちるっていうわけではなくて、パフォーマンスを当然維持しながらその環境に配慮したものづくりっていうところを今回行ったっていうところが特徴になります。あ、こっち、こっちダメよ。